デビュー自身にも断られてんだろ。お前それで総裁のところに総裁の周りの人間とか絡もうとしてんの、お前の魂胆未明なんだよお前な。お前みてえなやつが言ってんじゃねえてめえな、ソルキーンとかや、な、何言ってんだお前な。何が俺のこと詐欺しない、お前舐めてんじゃねえぞお前な。詐欺なんかしてねえよお前な、ふざけんじゃねえよ。ただ届こうってご迷惑かけてるだけだよ。1円でも返してなかったら詐欺なんだよ、お前。な？返してなくても返せなくなったっていうのだと詐欺じゃねえんだよ。知ってるか、お前。なんで詐欺師呼ばれしやがって、お前。な？詐欺の定義もお前分かってねえくせによ。な？うん、そして俺ら詐欺なんかしようと思ってねえから。な？みんな10万円借りて20人ぐらい借りてよ。な？半分もう返してるから。詐欺っていうのは絶対に俺には当てはまらねえから。な、お前ら、秋秋山と藤井洋平、お前らが俺のこと詐欺したとか、な、言って。俺は詐欺なんかしてねえから。な、なぜならもう半分返してるから。これは刑事事件としても、民事事件としても、詐欺には絶対に定義に当てはまらないから。な、もう半分返してるからよ。1円でも返してなくても、詐欺に当てはまらない可能性はあるからな。一応言っとけど。な、本当に、都合がいかなくて、ね、返せなかったっていうことが証明できるなら詐欺には該当しねえから、一応言っとくけどな。それでお前とかから借りてねえのによ、藤井洋平と秋秋山、俺のこと詐欺師呼ばれしてんの。俺がただお前まだ訴えてねえだけだからな。お前これかなりの裁判、賠償金が発生するからな、俺が訴えたらな。お前法律も知らねえくせにな、人を抜け抜けたら詐欺師呼ばれしてんじゃねえてめえ。デビュー夫人がお前今ふわっちゃってたわけだよ、1時間ぐらい。な、今やってくれって言うからよ、デビュー夫人が。だから今やったんだよ。お前覚えとけよ、お前。夫人は。皆さんありがとうございました。それでは、失礼します。デビュー夫人、言っときましたから、総裁、ありがとうございます。明日電話させていただきます。